皆さんこんにちは、されじんです。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。心から感謝しております。本日の動画は隠れ工房グリーンオーシャンさんでお買い物をしたので、こちらを紹介していこうと思います。よかったら最後まで見てくださると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。はい、こちらはベルベットカラーという着色剤を購入してみました。こちらのカラーは8色セットになっています。ベルベットカラーがとてもなんかベルベットっていう響きに惹かれて購入しました。実際どんな色なんだろうってまだ使っていないのでわからないんですけれども、気になるところですね。はい、こちらもベルベットカラーの濃い色の着色剤ですね。こちらも気になります。とても後ほど作品もちょっと作ってみようかなと思うので、作品というかパーツを作ってみようと思うので、そちらで色を確認できたらいいなって思っております。名前がとてもおしゃれですね。こちらこの95番のダークネスって色、黒にパールが入ってるのかなんかとても気になります。皆さんこちらのベルベットカラーの着色剤お持ちですか？そう、こちらの95番とても気になります。続きましてこちら梅のモールドですかね。なんかすごいペタペタした感じの柔らかいこう伸びのいいというか、こう何でもこうくっついちゃいそうな、細かいものがくっついちゃいそうな感じのペタペタした感じのモールドです。例えるなら何だろうな、こんにゃくみたいな、こんにゃくみたいな触り心地、こんにゃくはちょっとツルツルしてますけどね、とても柔らかい、モールドでした。はい、こちらは香水瓶ですね。なんか簡単に作れそうだなと思って勢いで買ってしまいました。後ほどこちらも使ってパーツを、簡単なパーツを作っていこうと思います。これどうやって作るのが正解なのかなってちょっと今悩んでいるところですね。この先っぽの部分どうやってレジン入れようかなって今すごく悩んで考えながら今多分見ていると思います。紹介していると思います。はい、こちらはおまけですね。なんかファンシーなものがたくさん入っていました。はい、こちらは1円のもの、今回グリーンだったので購入してみました。グリーンとかパープルの時は購入、もしお店に置いてあったら購入してますね。グリーンとパープル。あ、そしてこちらマサルの涙のサラサラタイプを購入してみました。なんかリニューアルされたみたいなので、もうちょっと旧型のサラサラタイプは使い切ってしまったのでないんですけれども、持ってないので比較ができないんですけれども、リニューアルされたということで購入してみました。はい、こちらはアルファベットの新しいモールドですかね。大きな、こちらもとても大きなモールドで、以前から持っているアルファベットのモールドよりも細いタイプですね。なんか華奢に仕上がるのと思ったので購入してみました。ここからは、香水瓶のモールドを使ってパーツを作って、簡単にパーツを作っていこうと思います。先ほど紹介したベルベットカラー、こちらソーダとライラックとプラネット3種類ちょっと使ってみようかなと思います。まだちょっと作り方に疑問を抱きながら試行錯誤をしながら多分作っていると思うので、そこはご了承ください。温かく見守ってくださると嬉しいです。と公式のサイトのちょっと見本を再現してみようかなと思って、まあ、この公式に上がってるパーツの作り方っていうのがやり方、こちらのモードのやり方はどこにもなかったので、ちょっと自分なりに試行錯誤で作っていってます。今塗っているのはミラーパウダーですね。こちらシルバーとゴールドを混ぜたものなんですけど、ゴールドだけで作った方が可愛く仕上がります。こんな感じで塗布していきました。ちょっとレジンキは MI ママさんのシュシュの天然土を使っていきます。こちらすごく使いやすいのでおすすめのレジンキです。と片側にこのキャップの部分だけちょっとレジン液を入れて硬化しました。1分ぐらいですね、硬化させました。でこちら貼り合わせるためにちょっと多めにレジン液をキャップの部分にだけ流しています。ちょっと多め、本当に溢れるくらい多めにレジン液を流しました。そうですね、もうちょっと足していきましょう。こんな感じでめちゃぷっくりしているので、その上に先に硬化させたものを乗せて貼り合わせていきます。中見るとこんな感じです。ちょっと伝わらないと思うんですけど、はい、2分硬化してきました。でこのまま開かないで持ったままちょっと作っていきます。こちらの香水瓶のモールドを上手に作れる方おりましたら教えてください。私はちょっとこの作り方しか思い浮かばなかったので、もっとこんな簡単なやり方がありますよっていうのがあったらぜひコメント欄で教えてください。ずっと持ったままでやっていきますそう、最初にプラネットを1滴入れていきます。最初にというかもう全部最初に着色剤3種類と不乳物も全部入れてしまいます。プラネットとソーダとライラック、この3種類ですね。1滴ずつ、もう持ちながらの作業だったので案外結構大変でしたね。1滴ずつそれぞれ入れてみました。でしたね、こちら作るので不乳物も一緒に入れてしまいます綺麗なんですけどちょっとバッと入っちゃいます、片手なんで。こんな感じでちょっとたくさん入ってしまったんですけど、まあたくさん入れた方が綺麗なのかもしれないです。で、まあ、ちょっとくるくると混ぜていったんですけど、青が強かったみたいでプラネットのカラーがすごく強く出てしまって結果的にはブルーになってしまいました緑とか紫も後で足せばよかったんでしょうけど、まあそこは置いといてで、モールドの縁いっぱいまでレジン液を流していきます。で結構気泡が上がってくるので気泡も潰してから硬化していきます。封入物も上がってきてしまうので封入物もちょっと下の方に押し込む感じで、はい、こんな感じにしたらちょっと気泡が上がってくるので潰します。はい、硬化していきます。4分硬化しました。見ていきましょう。おお、と初めての割にはうまくいったんじゃないでしょうかね。ちょっと紫と緑どこ行ったって感じなんですけど、バリはこのタイプのモルドってバリは手でこうやって取れてしまうので、簡単にバリは外していきます。今回はちょっと試しに作っているので、やすり掛けとかコーティングまではしていません。で、好きなステッカーを貼っていきます。私はちょっとハートのステッカーがあったので貼ってみました。で、このキャップの下の部分はリボンを巻いていこうかなと思って、黒のリボンとピンクのリボンもちょっと迷ったんですけど、まあちょっと映え的に映えるんだったらピンクかなと思って、でも黒でも可愛いと思うんですよね。締まる色、締め色なので。で、リボンを巻いていきます。またこの細いところに巻いていくのですごい大変でした。1回だけだとちょっとリボンがあちこち行っちゃってるので、2回結ぶと落ち着くと思います。今1回目ですね。で、ここから2回目結んでいきます。こういう作業結構苦手なんです実は。なんとか結ぶことができました。よかったですはい、そしたらこのリボンの先端を整えていきます。このハサミもグリーンオーシャンさんのなんですけど、とても使いやすいです。愛用中です。で、リボンのこの端っこは本来ライターなどで皆さん炙られてると思うんですけど、ちょっとここはレジにたくさんがある部屋なので、はい、今回はリボンの先っぽの処理はしていません。どうでしょうかね。なんか可愛くできたかなって思います。でもどこに置いとこうってちょっと考えましたね。ドレッサーのところにちょんって置いといても可愛いでしょうね、きっと。そうですね、こんな感じで仕上がりました。紫とかほんと緑だけ、グリーンだけでも作ってもいいかなって思って、この後あと2つ作りました。どうでしょうかね。この香水瓶のモルドを持ってる方いらっしゃいましたら教えてください。こんな感じで紫と緑も作ってみました。ステッカー貼ったりリボンを巻いたりはしてないんですけど、でも可愛いモルドだなって思いましたね。とても作ってても楽しかったです。上から見るとホローとかがラメがチラチラしてて、とても綺麗でしたね。仕上がりもとても綺麗にできました。よかったです。続きまして、そうですね、こちらの梅のモールドだと思うんですけど、ちょっとどうしても作ってみたかったので、最後までお付き合いください。簡単に作っていきます。レジン液、クリアのレジン液をただ流してって感じなんですけど、このモールド結構深さもあって、花が結構大きかったですね。レジン結構使いました。で、凹凸がすごいあるので、あと柔らかい本当にシリコンでできているので、とにかく気泡が入ります。こちらのモルドもお持ちの方いたらコメントくださると嬉しいです。もうとにかく気泡が上がってきてくれないし、絶対これ気泡あると欠けてしまうと思うんですね。なので気泡はもう、ね、念入りにちょっと5倍速にしていますが今もう本当に気泡とエンボスヒーターかけて気泡取って、エンボスヒーターかけて気泡取っての繰り返し何回かして、やっと取れたって感じですかね。もうほんと気泡地獄地獄とか言っちゃった。気泡だらけでした。もう最終兵器綿棒でついとって、はい、やっと気泡が抜けたようなので、ブリオンを真ん中へこんでいるのでそこに敷き詰めていこうと思います。ピンクのブリオンを今回使っていこうと思います。こちらはセリアさんに売ってたやつかな。セリアさんで購入したものだと思います。真ん中にたくさん敷き詰めていきます。あと真ん中は後でジェルとかで塗ってもいいと思いますし、金色とかメタルゴールドとかに塗ってもいいですし、あとはこういうメタルパーツを使わずにそのまま着色剤だけ淡く作ってもいいのかなって今思いつきました。花のこういうモールドってなんか無限大ですよね。いろいろなことができるなって考えながら今作ってると思います。まあ、その前に気泡がとにかくこれすごいできてしまう、入ってしまうモールドなので、はい、最後の気泡をすくって、硬化していこうと思います。このこんにゃくみたいな感じ伝わりますかね裏を向って1分ずつ計2分硬化しました。結構可愛くできたんじゃないかなって思います。この真ん中のところにも綺麗にブリオンが入ってくれたのでちょっとびっくりしましたね。出来上がりにおおってちょうどいい、よかったなと思って。こちらのパーツは何に使いましょう。ヘアクリップとかですかね。指輪じゃちょっと違うな。やっぱなんかヘアアクセサリーにするといいかもしれないですね。で、はい、オーロラペンでちょっと後ろに塗布してみますね。どんな感じに仕上がるか楽しみです。このオーロラペンあんまりつかないんですよね。塗布していきます、しっかり。見ていきましょう。おお、光ってますね。よかった。ほっとします。ほっとしました。こんな感じで。まあ、そこまでなんかこう派手ではないんですけど。裏側からじわじわと虹色がこう輝くような感じに仕上がりました。ちょっとアップにしてみるとこんな感じですね。角度によっていろんな色に変化してくれます。やっぱクリアは強いですね。はい、このこんにゃくのみたいなモールドですね。本当にこう小さなほこりがたくさんついてしまうのでそこがちょっと残念だなって思うんですけど、パーツはとても綺麗に仕上がりました。まあ気泡を取るのも一苦労でしたが、最終的にこんな可愛いパーツができるんだったらいいかなって、そこもいいかなって思いましたたくさんホロがついている。はい、こんな感じでちょっと簡単に香水瓶とこちらの花びら、梅の花を作ってみました。はい、最後まで見てくださりありがとうございました。何か参考になれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。